高校生歴代最多129ホーマー花巻東の佐々木麟太郎が春の公式戦で大暴れです。第1打席で今年の公式戦初のタイムリーを放つと、大谷翔平の日本ハム時代の応援歌が鳴り響く中、第3打席では今日一番の感触という強烈なセンター前、角度はつかなかったが全体的にいい当たりが多かったと4安打2打点でプロ注目スラッガーの実力を見せつけた佐々木。高校ラストイヤーの怪物に今後も目が離せません。